皆さんこんにちは、こんばんは。ビワマスです。今回も KSP 実況頑張っていきましょう。今回は、またしても金策です。まだまだ資金が足りません。本当はカービン周回軌道にリレー衛星を配備したいんですが、そのためには研究開発センターを強化しないといけません。研究開発センターのアップグレードには90万もの資金が必要です。ゆっくり集めていきましょう。とりあえず、いつもの地表ミッションですね。移動するだけなのでカットしちゃいましょう。金策会にしようと思っていたら、こんなミッションを発見しました。ディディア、カーマンとかいう人をカービン低軌道から救出してほしいそうです。ドッキングなんてやったことないし、そもそもどんな感じの機体に乗っているんでしょうか。ドッキングボートとかついてるんでしょうか。心配ですが、とりあえず挑戦してみましょう。契約受注。どうやらこの機体みたいですね。早速ドッキング、挑戦してみましょう。ドッキングボートついてるかわかんないですけどね。まんまるくんをちょっと改造した機体を作りました。とりあえず周回軌道に乗って、ドッキングできるかやってみましょう。ただ、ちょっと心配事が一つ。実は私、トレーニングモードのドッキングをやったことがありません。だから、ドッキングのやり方を知らないんです。行き当たりばったりでやっていきますが、どうぞお付き合いください。それじゃあ、周回軌道まで、カット。ん?デルタ V にご注目。足りなくない。燃料切れです。仕方ないのでやり直します。燃料を増やしたらなんとか周回軌道に乗れました。乗ったものの、これではカービン機関が関の山ですね。やり直しましょう。やり直してきて、適当に噴射してます。実はこのままやっていればミッション完遂できる状態なんですが、録画時の私は何の気なしにやっています。どうですか?これが私のゆっくり実況者力です。刮目せよ。ごめんなさい。練習してきました。とりあえずドッキングボートを使ったやり方ならうまくできる、かな?やってみましょう。まずは位置合わせのマニューバー。オレンジもしくはピンクのマーカーが大体揃うように調整します。ターゲット相対速度を合わせます。ここでは距離 5km 以内、相対速度 50m/s ぐらいになれば OK です。欲を言えばもうちょっと近づけたいですけどね。画面は暗いですが、いい感じの位置に来ています。もうそろそろ目視できそうな感じですね。ちょっとずつ合わせていきます。距離がだいぶ合うようになりました。そろそろ目視できるかな?まだみたいですね。この調子でどんどん近づけていきましょう。近づいてきたので、あとは RCS で接近します。ただちょっと心配事が。緑の RCS はトレーニングモードの無着陸でしか使ったことがありません。しかもその時うまく使いこなせなくて、出てきた船に戻れなかったんです。なので、本気で緑を宇宙船ランデブーさせるのは初ということになります。まあでも、その割にはうまく近づけている感じがします。よかった。あれ?なんか距離離れてない?どうしよう。とりあえずターゲット方向に加速します。なんとかして修正しなくちゃ。でも、なんかこれ扱いづらいんですよね。思うように動いてくれないんです。思ってたのとは逆に噴射することだってあります。特に気になるのは、この状態だとシフトキーと W キーが同じ方向への加速を意味しちゃってる気がするんです。できればこの画面で緑の足ではなく、背中が見えるようにしたいんですが、やり方がわかりません。知っている方がおられましたらコメント欄にて情報提供をお願いします。なんか私いつもコメント欄への情報提供を要求しちゃってますね。これでも一応自分で調べたりはしてるはずなんですけどね。とにかく、ご存知の方はぜひぜひコメントしていってくださいね。さて、もう RCS 燃料が半分を切ってしまいました。これは厳しそうですね。いいとこまで行ったのに、やり直すしかなさそうです。残念。そうだ、クイックセーブからやり直すことにしましょう。そうすればもう一回挑戦できるはず。トラッキングステーションに向かいます。結局諦めることにしました。エアロブレーキングをして帰還します。RCS がないと話になりませんね。水平移動をするために RCS スラスターを解放しましょう。研究します。新しい機体を建造してみました。RCS スラスターを取り付けたので、より細かい制御ができるようになると思います。それじゃあ、周回軌道まで上がりましょう。位置は大体揃いました。あとは減速してランデブーですね。おや?残りデルタ V 49m/s。またやり直しですね。やり直しすらさせてもらえなかったので、せめて地上に返して資金を節約しましょう。激しい断熱圧縮ですね。爆発してしまいました。さすがに角度が急すぎたかな。そのまま降下しましょう。あ、パラシュート破損してますね。
残念でしたが、これは自動操縦機体です。不幸中の幸い。軌道傾斜角の変更マニューバーを行います。電波が届いてない。早く環境整備したい。完全マニュアル操作ですが、ここまでたどり着きました。なんとなくの感覚で飛ばしてます。そして、そろそろ RCS が役に立ちますね。ただちょっと気になるのが、全部のスラスターから噴射炎が見えるところ。かなり無駄なことしてない。次の課題ですね。無駄の少ない RCS 噴射。さて、それじゃあ全力でランデブーと行きましょうか。飛行船に追いつくように加速していきましょう。今のままではどんどん遠ざかっていってしまいますからね。でまた通信途切れてるし。本当になんとかしないとイライラ指数が溜まっていきます。でも、これには研究開発センターのアップグレードが必要。まあ、何はともあれいい感じの方向に加速できてます。ゆっくり、慎重に近づきましょう。もうちょっとスピードアップした方がいいかな。慎重に加速していきます。言っておきますけど、これでも4倍速ですからね。実際はもっとゆっくりと慎重に操作しています。目視できる位置まで到達しました。なかなか調節が難しい。頑張って相対速度を0にしましょう。視点変更して、緑を EVA させます。あれ？緑がいない？ああ、そうでした。彼は今宇宙遊泳してるんでしたね。でもなんで表示されないんだろう。トラッキングセンターが怪しいですね。そしてこのザンデルタ V ではランデブーは厳しそうです。屈辱のやり直し。反省を生かした機体を作りました。周回軌道まで上がっていきます。いい感じの打ち上げができた代わりに、今度はいい感じのマニューバーが見つかりません。やってられないので、ここはメックジェブ先生に何とかしてもらいましょう。電力が枯渇することもあるので、その対策も忘れずに。メックジェブ先生のマニューバープランナー機能を有効化します。そして、本体も解放しましょう。それじゃあ、機体を作ってきます。マーク1ランダー管とか解放して、作ってきました。タイミングを見計らって、打ち上げ。あれー、グラグラ。わぁ。は。すみません、あの後何回も失敗を重ねたもんですから、完全に心が折れちゃってました。どこから説明しましょうかね。まずは機体について、まんまるくんの客室の代わりにメックジェブ先生、OXSTAT ソーラーパネルを積んだ機体でここまで来ました。なんと、RCS は一切積んでません。緑の RCS だけで勝負することにしました。ちょっと不安定ではありましたがマニュアル制御で周回軌道投入をした後、メックジェブ先生の機能で放慢線位軌道を描き、さらに相対速度変更も行いました。あとは RCS マニュアル制御だけです。相対速度ほぼ0までまんまるくん制御で到達したので、あとはゆっくり近づくだけです。まあ、ここまで来たのは初めてなんですけどね。全神経を集中させて、コックピットの入り口を目指します。キーボード操作では0か1かしか入力できないので、ちょっとのご操作が命取りです。焦らず慎重に、ゆっくりと近づきます。これでも4倍速ですから、どれだけ慎重になっているかが見て取れることでしょう。そして、最後の難関です。コックピットと緑は垂直に近づいているわけではありませんから、うまくつかめるかどうか。さあ、あと一息です。ゆっくり、慎重に。よっしゃ。捉えました。ついにやりました。トレーニング、サンドボックスモードでもこれは成し遂げたことがありません。やったー。ついにやったぞ。そうだ、ちゃんとセーブしておきましょう。やったー。いやー、ついにやりましたね。あまりにも嬉しくて、収録中の私は声を殺して叫んでました。近隣にお住まいの皆様、できるだけ静かにしたつもりではありますが、聞こえてしまっていたらすみません。いやー、嬉しいねー。ただまあ、ミッションはまだ終わったわけではありません。着陸して回収するまでがミッションです。回収しましょう。リディアが仲間になってくれました。嬉しいねー。そして、追加でミッションをこなしたことで資金も貯まりました。ムーンフライバイミッションももはや裏でやるレベルのこととかしてしまいました。裏作業がしんどくなってゆく。さあ、それじゃあ研究開発センターアップグレードしましょう。疲労サンプルも回収できるようになります。さっきと同じ要領で救出ミッションをやっています。相変わらず横倒しの方向になっていますね。なんとかならないんでしょうか。ということで、最後まで見てくれた方、ありがとうございます。チャンネル登録者さん、ありがとうございます。コメント欄などでアイディア、アドバイスなどくれる方、ありがとうございます。よければ高評価をしていってくださいね。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。またねー。